同志村は山梨県南東部の群内地方に位置する村である。山梨県の村としては最東端に位置する。北東から西南に伸びる山間に立地し、村の中央を同志川が北東に向けて流れる。同志川側沿いに国道413号が通っているが、北は同志山階、南は丹沢山階と1000メートルを超える山が連ねているため、上の原市、 三北町とを直接結ぶ道路はほとんどない。村全体は木の葉の形をしており、葉脈部分が道志道に当たる。古くから道志七里と呼ばれた山、間抜け道沿いの集落であった。山が、瀬川山地、編集主な山主な峠河川、編集主な川山梨県神奈川県古代から、近世までは、海の国東部の鶴群に属していた。 江戸時代には、組支配の名主制度があり、どうしも、村内に組ごとの名主が存在していた。木材をはじめとする多くの林産物を生産し、津久井の荒川番所を経て移出されていた。明治近代には、神奈川県小田原から、生地職人が往来して生地在庫を行い、村域の気工業は、小田原との関わりが強い。対象昭は平成村長、編集。 村役場前にある獅子島共用線横浜市からの寄贈品国内、編集提携都市横浜市との関係、1897年に横浜市水道局が同市側から水道減水の取水をはじめ、青山取水石から川井浄水場に至る横浜水道を完成させた。当時は石道を越えても腐らない水と言われていた。その後の都市化に伴う、 森林破壊により、各地で水源となる森林の保全が問題となるが、横浜市は1916年に、山梨県より、東村内の県有林、約2800ヘクタールを取得し、水源関用林の保全に着手。以降現在まで横浜市と道志村は、共同して、水源林を保全している。主な産業は、林業、農業、観光業である。道志道沿いには、 大小様々な形態のキャンプ場が30以上存在しており、関東圏はもとより日本でも有数のキャンプ場密集地である。中継局、編集村立村立村内に鉄道路線は通っていない。最寄り駅としては、富士急行線富士山駅、谷村町駅、鶴市駅、月夜野地区など村東部へは、中央本線富士の駅、横浜線、相模線、 京王相模原線橋本駅行き乗車。終点で乗り継ぎ。高速道路、編集高速道路など有料道路の最寄り IC は、前日の2つの一般道を経由し、中央自動車道相模湖インターチェンジ、中央自動車道富士吉田線鶴 IC、東富士五湖道路山中湖インターチェンジがある。国道、編集県道、 編集富士急バス四つ目の期間限定運行の便を除き各便とも平日のみ1から3往復のみの運行。このため山梨県の自治体でありながら11月から4月までの間は休日に公共交通機関で山梨県側から道志村を訪れることはできない。神奈川中央交通西山梨県と神奈川県の県境にある 月夜のバス停付近相模原市緑区山垣より、県境の両国橋を渡り、東村東端の月夜野で折り返す。実質的に現在神奈川中央、交通グループ唯一の山梨県内路線となっている。かつては前日の富士急バスとここで連絡しており、登山客などにも利用されていた。不採算につき県補助制度を活用した上で、現在では、旧津久井町の要請によりある時に、 通学の足として維持されている状況である。なお、富士急バスとは路線では接続しているものの、ダイヤ上では現在は連絡していない。2006年現在、毎日に往復のみが運行されている。ただし平日と土休日で運行時間帯は違い、土休日は登山客が利用しやすいダイヤになっている。 同市七里ふれあいバス2006年6月1日より8月31日まで3ヶ月間、快適で安心して暮らせる、里づくりの基本方針に基づき、試験的に同市村により運行された路線である。運行されていた当時は、毎日4往復運行で、乗車料金は無料であった。同市の湯横浜市水道局の水源観葉林主な神社尊ニ温泉施設。源泉は、 カルシウムナトリウム硫酸塩線で、pH8.7、摂氏17.8度のアルカリ性冷光線である。休憩室、食堂、土産物店、併設、一部時間帯は、路線バスが投資施設前まで乗り入れている。また、横浜市民であることが証明できれば、村民と同じ料金で入浴できる。営業費等は公式ホームページ参照。村の特産品。 地元産農産物を集めた直売所などが併設されている。最寄りのバス停は中山。詳しくは公式ホームページを参照。島村面積の約36%にあたる2873ヘクタールが横浜市水道局により保全されており、島村と横浜市が共同し、ボランティアを募っての植樹や森林の手入れといった催しを行っている。漫画家。 富永一郎の原画などを常設展示する。そばどころでは、東村産の川ワやクレソンの料理も提供するが、営業日に注意。最寄りのバス停は、ババヒ口。廃校になった、同志小学校、久保文校を利用した体験型施設。食や物などの源を体験できるほか、環境学習にも力を注いでいる。イベントスケジュール等は公式ホームページ参照。 道志村は、キャンプ場銀座と呼ばれるほど、多くのキャンプ場があることでアウトドア好きの間で有名であるが、このうち、道志村観光協会加盟のキャンプ場では、平成25年4月27日より、横浜市民に優待サービスを開始した。利用料金、テントサイト料の割引及び、キャンプ用道具の無料貸し出しなど、優待サービス利用には、事前申し込みが必要。 詳しくは同志村観光協会公式 HP 内横浜市民有待サービスを参照。舞台であるおさめなる村は同志村がモデルである。同志村で行われているナチュラルハイでもアニメが放送された2016年に声優のトークショーやブース出展が行われている。アニメ第3話でメンバーが道の駅同士に立ち寄っている。同志村の NTT 加入電話はほとんど 大月 MA の同志局収容であるが、東村東端の月夜野地区については、同志局から遠く、隣接する相模原市緑区津久井町青根地区が近い、ため、相模原 MA の津久井青根局収容になっている。また、月久野地区は前述のように、青根局収容のため、相模原市及び遠く、東京都町田市まで市内通話扱いとなる。山梨県の地名、P100A25。 山梨県の地名 P125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  広報同士平成24年11月号広報同士の表紙には2013年6月号から同連合のロゴマークがほぼ毎号掲載されていたが2015年1月号を最後に掲載されなくなった 同志村と横浜市同志村ホームページ、広報同志2003年7月号2016年1月11日閲覧、TV アニメ、メイカ迷いが同志村フェス、ナチュラルハイに、緊急参戦、ポニークニエンニュース、2016年5月17日、閲覧。ありがとうございます。